リオ五輪バドミントン15日女子シングルス決勝トーナメント1回戦、もったいない同国対決は無気力試合の余波。世界ランク12位の山口茜が同4位と格上のラチャノックインタノンタイを21対19、21対16と2対0で下し、準々決勝進出を決めた。同6位の奥原希望もペ40、韓国に21対6、21対7と圧勝し、8強入り。次は、4強をかけ、山口と奥原が対戦することになったが、この早期対決には、12年ロンドン五輪での騒動が尾を引いていたようだ。女子ダブルス準決勝での同国対決を避けたい中国、韓国のペアが、一次リーグ最終戦で、意図的なミスを繰り返した。続く別の韓国ペアとインドネシアのペアによる試合も、互いに安易な失点を繰り返したため問題に。結局は決勝トーナメント前に無気力試合として4組が失格処分になっていた。このような意図的な操作を繰り返さないため、今大会では措置が取られたようだ。日本代表の増田圭大コーチによれば、無気力の影響で今大会からシード選手を配置する1次リーグの抽選がランダムになった。ロンドンの時は同国の選手は決勝リーグで別の山になるように配慮されていたはずですと説明した。思わぬ余波となったが、対戦する2人は自然体そのもの。それぞれの試合を終えると、奥原はそれぞれいろんな人の思いを背負ってここの場に立っているので、それぞれがベストパフォーマンスを出してガチンコでぶつかり合えたらいいなと思います。山口は一度も勝ったことないですし、まあ楽しく後悔しないようにやれればいいですと述べた。選手村では同部屋の2人、過去の対戦成績は奥原が6戦6勝、全てストレート勝ちしている。無気力試合 VTR。 ロンドン五輪の女子ダブルス一次リーグ最終戦で起きた。まずリン2で世界ランク2位の中国ペアが1位進出を逃し、準決勝での同国対決を避けた家組の王女より武勇の中国ペアが2位狙いに作戦変更。意図的なサービスミス、ラインオーバーを繰り返した。対戦した韓国も2ペアが勝ち残っており、両ペアはベスト8で対戦する可能性があったため、同じくミスで応酬する泥試合。試合は25分足らずで終了し、最多ラリー数は4回だった。審判の真面目にやれという忠告に従わず、スタンドから大ブーイングが起きた。試合は韓国が 2-0、21-14、21-11 で1位進出。韓国のコーチは先に仕掛けたのは相手の方と非難し、ウヨウは無駄なエネルギーを使う必要はないと暗に敗退行為を認めた。続いて C 組の韓国ペアとインドネシアのペアによる試合も、互いに安易な失点を繰り返す無気力プレーが続き、韓国が 2-1、18-21、21-14、21-12で勝った。